ウディハレルソンはアメリカ合衆国テキサス州ミッドランド生まれの俳優。悪役やスキャンダラスな役を得意とする。身長は175センチメートルである。マフィアの雇われ殺し屋の父と弁護士秘書の母の間に生まれる。父チャールズは1968年と1978年に殺人を犯し終身刑となり服役中に死去。父はまた、 ジョン・エフ・ケネディ暗殺の実行者の一人と名乗っていたこともある。兄と弟がおり、弟のブレット・ハレルソンは俳優である。ハノーバー大学卒業後、ニューヨークへ渡り、演技を学ぶ。ニール・サイモンの舞台でデビューし、テレビシリーズ、チアーズで、お茶の間の人気を獲得した。1992年から本格的に映画界に、活動の場を打ちし、1994年、 オリバー・ストーン監督の話題作、ナチュラル・ボーン・キラーズで頭角を表す。翌々年には、ミロシュ・フォアマン監督のラリー・フリントで、実在のポルの雑誌編集者を演じて、アカデミー主演団優勝にノミネートされた。危険な男だけでなく間抜けな男も演じられるのが強み。演技の実力はあるものの、数々の問題行動を起こすことでも有名。1983年。 道路で踊り狂い交通渋滞を引き起こした上に警官を殴って逮捕されたのを皮切りに1996年にマリファナを栽培して逮捕同じ年には環境保護を訴えてゴールデンゲートブリッジに登り逮捕2002年にはロンドンでタクシーの後部座席を破壊して逮捕されている2009年には空港でパパラッチを殴るという事件を起こしたがパパラッチが ゾンビに見えたと釈明した。また、環境保護運動家、反戦活動家、ヨガのインストラクターと様々な顔を持っているが、とりわけ大魔合法化活動家として有名である。非生活では、1985年にニール・サイモンの娘で歌手のナンシー・サイモンと結婚したが入籍翌日に離婚を申請。10ヶ月後に正式に離婚した。 1987年テレビ番組の撮影現場で出会った元アシスタントのローラルイと交際、デニ、ゾーイ、マカーニの3人の娘がいる。一家揃ってコスタリカで原始的な暮らしをしている。2008年12月28日、長年交際してきたローラルイと結婚。ハワイのマウイで挙げた結婚式にはオーウェン・ウィルソン、ショーン・ペン、 アラニス・モリセットなど内輪の友人と親族が招かれた。これまで仕事などの公式な来日はないが、プライベートで来日したことはあるらしく、両国国技館において相撲を観戦している。ありがとうございます。